こんにちは。あ、こんにちは。今日はよろしくお願いします。あ、こちらこそよろしくお願いします。今日は何されるんですか？今日はですね、子供食堂って言って、あの普段や月に2回あるんですけど、こちらのいつも手伝いしてるんですけど、今日はちょっと僕が作ったカフェを展示したりゲームをしたりするかなと思って。あ、カフェがあるんですね。そうなんですよ、手作りカフェなんですけど。ああ、なんちゃってカフェ。なんちゃってカフェ。なんちゃったカフェ。なんちゃんだけに。その通りです。面白い。それいいですね。もうあるんですか、カフェは？いや、実は車の中あるんですよ。今から設置しますんで。あ、まだないですよ。カフェが車の中にあるんですか？はいはい、はい、見てもいいですか？もちろんです、どうぞ。よかったら。はい、まあこれだけです。ん、あ、今から作るんですか？そうですよ。え、これこれ段ボールじゃないですか？そうですね、皆さんご存知 の親しみやすい段ボールとか発泡スチロールで、これ実はあの廃材なんで、お金は一切かかってないです。もらい物なんですよ。で、まあこれはカラーコピーしたただの紙なので、はい、木じゃないんですね、これ。木は一切使ってません。発泡スチロールと段ボールで、はい、はあ、一人いくつも出るんですか？会社で余ったやつを捨てないでーって取ってきました。という問題が。これ買ったら高いですよ。本当1万円近く。新品の段ボールって本当高いんですよ。みんな段ボールってただだと思ってるけど、とんでもないんです。だから本当貴重なんですよ、大きい段ボール。お、こんにちは。元々得意なんですか、こういうの作るのが？得意ではないですけど好きです。好きなんや。昔からやっぱり僕段ボール昔から大好きで、なぜかって言ったら加工しやすい、安い、軽い、三拍子とかで子供でも糊とハサミさえ、ね、何でも作れるっていう。で、僕はいつもそんなのを遊びましたし、その延長線上ですね。そうなんですね。え、子供の頃からそれ作ったってこと？まあ趣味ですね、はい、趣味で、はい、やってみたらできたっていう。ああ、そういうこと。考えたわけじゃないですけど、要は皆さんからご提供いただいたもので、まあ、まあ、できただけです。全部廃材なんですか？廃材ですよ。これはあの最近のセリアっていうところで売ってますので。それはあの本物ですけど買ったわけじゃなくて、もういらなくなったものをもらったらいいです。あ、じゃあもう全部そのもらい物だけでってこと？そういうことです。以上で終わりです。あ、これ完成ですか？早い。今日はここからあのちょっとお弁当を皆さんに配りたいなと思います。これから弁当配るんですか？ただ配るよりもやっぱりその雰囲気、お店からなんかテイクアウトしたような料理だったらお皿大事ですよね、はい、どんなに美味しいお皿でもちょっとひび割れてたり汚いお皿だったら美味しく感じないんです。やっぱりだから人間って五感でやっぱり味わうので、そのちょっと錯覚をさせる。なるほど。ちょっとなんちゃってなんちゃんだけに。なんちゃんだけに。なんちゃんでも飲食の人じゃないですよ。全然違います。他に作っているものとかもあるんですか？実はあのまたこれも趣味なんですけど、まあ、とある運転席を再現したものを実は作っていたりとか、あとゲーム、この本土にもあるんですけど、子供がそのゲームを。あ、そうなんですね。子供のために？そうです、子供を楽しませるために。あ、その目的で作ったんですか？そうですね、子供のためです。他にどういうのを作ったかあります？一部しか今日はないんですけど、いいですか？これがある運転席のを再現したもので、実はその運転席全部作ってはいるんですけど、今日はたまたまここに、ね、このパネルだけあったんでご紹介しますけど、これでも全て段ボールで。え、これ段ボールなんですか？え、何これ？ミキサー？まあミュージック関係じゃないですけど、要はいわゆる乗り物のスイッチ類ですね。え、これ？はあ、で、全部こういうのも全部紙であったり、これ石膏ですね。要はあの、
石灰石っていうのを水入れて回すかき混ぜると硬くなるやつを、ただ僕が削っただけのやつとか、なんかこうスプレーのキャップとかものを廃品を利用してちょっとスイッチっぽく作ってるだけです。はい、何か再現してるんですかこれ。もうはい、運転席を再現してます。そのままってこと。そのままです。厳密にこうなんですか。もう本物これ厳密にこうです。まずいですよねこれだって映したらね。まあ、それぐらいリアルだってことだけ分かっていただければ。めっちゃ時間かかったんじゃないですか。1年半、全部で1年半かかりました。まあこれだけじゃないですけど、全てで1年半かかりました。1年半かけたんですか。あ、1人で。仕事終わって。仕事は家で。家で。もちろん家じゃないといけない。1年半って子供たちに楽しんで遊びを提供できないから。はいはいはい、はい、子供は大体運転席って何でも好きじゃないですか。はい、ね、そこにニュー雰囲気を味わえるようなものを作れないかなと思って、できるかわかんないけど、それも一個一個始めただけなんです。そしたらできちゃったって言われて。でかいんですかこれ。これ一部ってこと。だいたいあのちょうどカフェぐらいの大きさだと思う。そんなにでかい。ちょっと待って待って、これが。はい、いやこれこの一部ですよ。でも全部組み立てたらこのカフェぐらいの大きさにはなる。それどこにあるんですか。家にある。家にあるの。折りたためるんですよ、段ボール。あ、それも折りたたみ式なんですか。です僕は全て段ボールしか使わないんです。目的は子供のために。そうです、そのためだけです。なんで自分が出すわけじゃなく、子供たちに楽しんでもらうためだけです。メーターとかなんかいろいろボタンの名前書いてあるじゃないですか。はい、これは本当にこの文字なんですか。そのままです。そのままです。そのままなんですか。それ作ったんですか。でも子供だからわからないです。わからないですけど、でも雰囲気だけは見られるかな。別にそれはあの変な話、本物じゃなくてもいいんですけどね、うん、雰囲気だけ味わえる。たまたまちょっと本物をできちゃったって。リアルなことにはあんまりこだわりはないんですけど、雰囲気、それも雰囲気なんですよ。雰囲気です。雰囲気が大事から最初にやっちゃったって感じ。いやいや、そこはちょっとあんまり突っ込まないでほしいんですけど。ダンボールでずっといろんなの作ってるんですね。あとゲームですね。 あるんですか。まだあります、今そっち。あ、本当ですか。え、見てもいいですか。あ、まだある。うわ、何ストラックアウト。テレビでよく見たことないですか。ボール投げてで、あれ僕もテレビでやりたいなと思ってないんです、うん、で市販されてるものって大体マジックテープの作ったりなんですよね。うん、だから僕は的を落としたかったから、うん、作ったんですけど、あそこに今的があるんですけど、はい、なんかこういうふうに的が落ちるっていうゲームを作って子供たちに遊んでもらって、これは射的で、まあ、よくあのであのお祭りとかでありますよねっていうふうに射的の、まあこれは買ったものですけど、射的の台を作ったって。こういうふうには子どもたちに練習もらえるような遊びがいつも考えて、台はしてます。これなんか特に大人気で、これみんな従うんで。めっちゃしたいもん、俺。ぜひやってみてください。いやいやいや。結構本格的じゃないですか。本格的ではないけど、楽しさを追求しましたよ。楽しいものを作りたいなと。なるほど。そういうことですね。変わっちゃうっすね。そうなんですよ。みんなから言われます。当たった子には自分の好きなお菓子を持ってってもらうってことで。そうしましょう。面白いこと考えるですね。やっぱりほら、ただもらうのつまんないじゃん。うんうん、何かできたらあげるよっていう方が僕だったら嬉しいなって。ええじゃん。いいですね。ええね。あとは子供の反応が楽しい。材料はすべてさっきも言ってたので周りにあるもので、お金かければいいものが出てくるので、やっぱり僕は思ってないその思いとか楽しんでもらいたいって思いがあれば、お金ない僕でも形にできるのかなって思ってて、それはすべてこれだけじゃないんですけど、今までの人生の。ポリシーを持ってもらってますけどね。今日ね、ちょっと向こうにゲームを作ってるので、本堂の方にもしお時間あったら見てみてください。はい、
できたっていうことがね、成功体験が大事なの。うん、だから次も次も。もう一つびっくりしたのが、片付けだけ一生懸命してくれる子がいる。片付けが好きなの。とあとね、こうはめるのが好きなの。あ、うん、ボールを集めるのが好きなの。いろんな子がいるの。だから、例えば学校で言うと、ボールは投げて当たった子が偉い、いい子だってみんな言うけど、違うの。いろんなね、みんなこう、特技があったり個性があるからいいの、落とさなくても拾うのが得意だって好きだって、そこでね、大人の常識をはめ込んじゃダメなの。この子はそういう才能があるんだ、うん、ありがとうねでいいです、うん、僕は思う。だから別に全く落とさなくてもでいいの、そういうことは関係ない。自分の好きなこと、得意なことをただチームになっていれば、伸びていくし、アシスト、補助していれば、大人になるんじゃないかな、なんて思いますね。いいですね。そうです。100点取るのが偉いわけじゃないんです。別にいいんです。20点で。でも、その子はもしかしたら、運動するのが好きなのかもしれない。本を読むのが好きなのかもしれない。全然そういうのいいと。よく狙ってね。惜しい。はい。次二回目。はいはい。大盛況ですね。すごい。おかげさまで嬉しい。三回。よくもっと近づいていいよ。もっと近づいていいよ。今度だからこれでちょっとどっかで絶対何倍も美味しく感じますよ。いいんですか。美味しいものがより美味しく感じます。だからこれ使って。あ、いいんですか。だからそのためにあげる。もらっていいんですか。じゃあげます。それすごいいいよね。僕らのプレゼントです。本当？いや本当です。ありがとうございます。今日がなんちゃんみんな食堂ラストっていうことで、うん、ラストの式をいたします。うわすごい、そんな、はい、嬉しいです。何年かね。だからみんなが始まったほぼ同じぐらいから多分手伝ってきます、ね。ちょっとずれたかわかんないけど。本当に長い間ありがとうございました。うん、じゃあみんなから、はい、心のこもったありがとうございました。ありがとうございました。皆さんすいません、いただきます。子供が喜んでるとこ見ると嬉しいですか。めちゃめちゃ嬉しいです。最後よく狙ったよ、よく狙った、やった甲斐があるなって、それだけがめっちゃ近いモチベーションというか、めっちゃ近いんですけど、またやろうと思います、ね。はい、じゃあやろう。ねんちゃん、どっか行っちゃうんですか。ちょっと遠いところに行きます。もう大人の事情です。だけどちょっとまた上には遊びできます。あ、引っ越しちゃうってことですか。そうです。またこっち戻ってきたりするんですか。もちろんプライベートで帰ってくると思うので、その時また参加したいと思います。ありがとうございました。あ、どうも今日はありがとうございました。最後の皆さんにメッセージを。メッセージを、はい、私は県外の人間でしたけど、上は最高でした。ありがとうございました。また来ます。